はい、どうも、鈴木でーす。今日の、今週の指名手配妖怪は、こいつです。バカゾウリ。罪状、トイレにテストを捨て、トイレにテストを捨てて、詰まらせた罪。証拠隠滅ね。よくあるやつね。てか、何気にもう28体目だよね、こいつで。残り3体で、銀トロフィー。ちなみに銀トロフィーから40体プラスで金トロフィーです。アホすぎる、ほんまに。あ、いた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 、なんか、あれ？青色やと思ったら紫色やん。なんか、芋の色してる。さつまいも。足は噂の指名手配妖怪、バカゾウリでございます。トイレにテストを捨てて、詰まらせた罪で追われております。ゼロ点のテストが親に見られるくらいなら、トイレに捨てた方がマシですぜ。この気持ちがわからねえなら、あんたを返り血にさせてやりますぜ。テストゼロって、もう別に隠すほどでもないやろ。だってゼロって多分何も解いてないし、特技もなかったやつやん。こんなやつがなんか最後の悪ガキで、証拠隠滅しようとしてる時点で多分もうバレてる。バレてる。ゼロ点はバレる。日頃の行いで多分ゼロ点っていうのはバレる。もう。無理。かなわね。足がバカでした。ちゃんと勉強するから許してください。ゼロ点って多分な、やってないからな。鈴木捜査官、指名手配妖怪の対応ご苦労だった。妖怪は俺が責任を持って連行しよう。これは報酬で受け取るがよい。俺4、5回連続か？これでリセットか？はい。ってことでですね、今回もですね、無事捕まえられたわけですけども、残りですね、2体やね。30体目で銀トロフィー。そしてその後、70数体で金トロフィーなんで、まだ先は長い。